ことあるのかなって、この音楽の音楽のですかな、はいはい、例えばじゃあバンプオブチキンとかだったら、バンプオブチキンやっぱあの大江アハンが多かった。いやいいですね。そこです。わかりますね。大江アハン、アハン違う世代の人、大江アハンだけ言われても分からへん。分かんないんですよ。なんで数あるもういろんな楽曲の中で好きなフレーズこれなの。なんかアーティストそれぞれフェイクのそのなんていうのかな、はいはい、うん、曲調は全然違ってもフェイクはなんか一貫してるみたいなあったりするんですよ。だからそういうところやっぱ好き。なるほど、深い、深いな。菅田将暉です。リアクションいただいてます。うわ、曲の感想ですかこれは。ありがとうございます。ラジオネームマングローブ。菅田さん、リビングデッド。志摩良平さんの曲を見事に歌い上げていて素晴らしいです。うわ、ありがとうございます。この素晴らしさを文字だけではなく、何か形に残せないかなと考え、先ほどバンプオブチキンのアルバムを予約しました。須田さん、これからも音楽活動頑張ってください。もうだからさ、なんかこの間もあったな、そう、こんなこと。なんでな、なんでバンプオブチキンのアルバム予約すんのよ。いや、解禁するたびに、この間もクローバーのヒューイ君のやったら、うわ、すごい、めっちゃいいです、感動しましたって言ってくれんのは嬉しいよ。それは嬉しいんやけど、じゃあその曲を変えや。その曲が入ってるアルバムを変えばいいやん。なんでバンプオブチキンのアルバム予約すんのよ。もう禁止、ちょっともう。俺の曲聴いて、バンプオブチキンのアルバム予約すんの禁止。そりゃそうよ。意味わからへんやん。世の中にそんなやつ誰もおらへんよ。ああ、この曲いい曲やーっつって別の曲やんねんもん。禁止です。他にも。菅田将暉です。リアクションいただいてます。ラジオネームイクオ。菅田さんの解禁曲に感動して。うわー、ありがとうございます。ありがとうございます。すんごいね、いい曲なんですよ。菅田さんの解禁曲に感動して。バンプのアルバムを予約したらあかんって。お前それは厳しすぎるやろ。がんじがらめやないか。じゃあ何予約せえっちゅうねん。いやもう俺はお前らがわからん。俺はもうお前らがわからん。お前らの思考回路がもうわからんのよ。なんでなん、どういうことなん、なんでがんじがらめやないかって、どこが、がんじがらめか。いやそのなんや、その俺の曲、その流した曲を、その、聴いてもらった上で、その曲をダウンロードしたらあかんよ、予約したらあかんよは、厳しすぎるよ。それは、もう意味わからんよ。なんで俺の曲を流して感動してくれて、で、バンプのアルバムを予約したらあかんっていうのは厳しすぎるって、どういうこと？お前めっちゃ行きづらない？大変やろ、いろいろ。大丈夫か？心配やわ、ちょっと。うん。多分俺の方が正しいぞ。今回に関しては、いや、過去いろいろ俺のミスはあったけど、うん、それは申し訳なかった。今回に関しては、俺の方が正しいぞ。大丈夫か？お前ってか、お前らな。お前らの思考回路が分からへんわ。